はい、木の店三目です。はい、杉の、一枚板ですね。そんなに幅はないんですけども、まあ、節がなくて、赤みがね、こうと白田がこう均一な感じでね、上から下にこう来てる、こうなんていうか統一感のあるようなね、シュッとした一枚板ですね。角度がねちょっときついですけど、両耳はついてます。そして、芯からねしっかり離れて、でこのサイズの割には年輪幅は細かいですね。はい、こっちもそうですね、丸太の中ではね位置取りがいい位置取りの、板じゃないかなと思います。いい部分のね原木のいいところかな、芯から離れていて、そして節もないというね、トロの部分かなと思います。はい、サイズがですね長さが2100あります。はい、そして、ね、こっちが、まあ、狭い方が、まあ、こっちが末口ですかね、410ですね。そして、真ん中のあたりで430あります。そしてこっちの元のこう広いところですね、元の方の広いところが450あります。はい、だいたい410から450くらいの、まあ、似たような感じで、はい、そういう板です。厚みが40ミリです。赤みの部分も、白田の部分も、本当こうバランスよくね、入ってて、で板目もねちょうどこうね本当にもう真ん中のあたりに、白田と同じぐらいのこう幅で、来てるので、なんかこう見ようによったら面白いね、こうストライプな感じに見えますね。この白田の幅、赤みの正目、そして真ん中の、板目の部分、そしてまた赤みのね正目と白田の正目っていうのがなんか似たような感じで、こう5つのねラインにこうなんとなくこう見えるようなね、そんなバランスのね取れた板ですね。それではね、1枚板の方にオイルをね塗っていきたいと思います。じゃあお願いします。はい、木裏の方からね、塗ってきます。木裏の方もね、節が入ってなくていいですね、節が入ってなくて、無節ですね。木表に比べるとだいたい5センチくらい広い、感じかなというとこですね。台面はね、木裏の方の仕上がりはサンダー仕上げですね、つるっとした、仕上がりになってます。色もねこう渋いね色が出てるし、白田のね色も、そしてこの正目がね細かくてね、両側の正目も、色がねぐっと濃く出てて、そして板目のね真ん中の板目がちょっとこう明るい感じになってて、すごくバランスいいなと思いますね。はい、木裏の方はね以上です。表目は、うずくり仕上げで、凹凸を感じられるようにブラッシングでね仕上げてます。やっぱりうずくり仕上げにしてるので木裏よりもね、もう一つこう木目、ですね、こう年輪とか木目が、立体的にね、見えてる感じがしますね。そうですね、ここにちょっとね青が入ってるのが綺麗なね、ムグシのこうバランスのねいい板なので、ちょっとここが普通のこう節とかね雰囲気のあるワイルドな板と比べると、やっぱりこうムグシの板とかこの本当にこう金星の取れたねある程度バランスのいい板ってこういう風なのがやっぱり入るとちょっとこうマイナスな感じで、目立ってできちゃうのかなっていうふうには思いますね。耳の方は
そんな感じで、ちょっとこの辺が少しで皮が残ってたりするのが少しあったりしますけど、この辺もまあ見ようによってはね、あの雰囲気よく見えるのかなと思います。はい、こっちもねこういう風な感じで、そうですね、これはあの台面がねすごくこう節がなくて、こうなんていうのかな、あのバランスよくね、こうシュッとした感じなんですけども、まあそれに反してこうかえってねこう耳の方が少しこういろいろ入ってるのは、これはこれでなんかいいね、そんなにこう目にも絡まないし、あのいい感じのこう額縁感というかね、輪郭を表すね、ところではあの違和感がなくね、ワイルドな感じでね、いい感じでは見えるのかなと思います。全体的にはやっぱりこうおとなしい感じなんですけど、それでも、節もなくね、シンプルなんですけどね、やっぱりこの赤身の色がグッとね、渋く出てて、そうですね、でこのね正目の赤身のね、この正目の部分が結構ね、グッとこう色濃く出たりとかするし、あとはこの縞のような感じでね、こうグラデーションが赤身の中のね、こう淡いところとね、濃淡が結構ね、いい感じで、雰囲気出してるのかなと思いますね。まあ、それにあとね応じて、この白田がねちょうどこうね同じぐらいの幅でバランスよくね入ってる、いいこう育ち方をねしたあのまっすぐね育ったこう杉の原木だなっていうのがね、板からもこう分かりますね。はい、なかなかねあのいい感じで仕上がったのかなと思います。はい、杉のね一枚板をオイル仕上げしてみました。ご視聴ありがとうございます。